はようございます。 Good morning。 こんばんは。今日火曜日よね。今日火曜日です。おはようございます。サシコライブ始めていきたいと思います。今日サシコあんまやらないけど、サシコライブ始めていきたいと思います。 Thank you for watching サシコライブ streaming on Tuesday on Instagram. I mainly speak in Japanese, but if you have any questions, please leave it in English or message me English so I canDirect you to the English channel, which is on YouTube. おはようございます。皆さんこんばんは。わーい、なんかいっぱいありがとうございます。今日はあんま差し子やんないけどね。ごめんね。チョキチョキ祭りです。シャキーン。ウェーブっていう機能があるんですね。横になんか参加者してくれた方にウェーブできるんですね。ちょっと待ってくださいね。皆さんおはようございます。なんでいつも俺はこれをさ最初にやらないんだろうね。コメント書いてるんだけど、 I mainly speak Japanese。 本当に今日チョキチョキしかしないかも。もうちょっとしたいんですけど。ありがとうございます。ご購入ありがとうございます。使ってみてください。ちょっと待ってくださいね。これをさコピペしたきゃいいんだよな。よし、チョキチョキ祭り始めます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、もうちょっとコズさんのライブ見たかったんだけど、ちょっと朝からバタバタしておりまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。微妙に在庫が危ないっぽいです。うちの母親が危ないって言ってました。危ないの意味が全くわからないけど、染めてくれ。その母親展示会で3月の10日から3月の18日までちょっと忙しいんですよ。もう今から忙しいんですけど、なのでちょっとね、ちょっとバタバタなんです。チョキチョキ祭り始めます。これちなみに、3ヶ月だよな。皆さんよくお付き合いくださりありがとうございました。去年の10月、11月から始めたライブ限定の差し子です。ライブでしかやってません。こんばんは。それが、つい先日完成しまして、約3週間にも及ぶ重ね祭りを続けた上に今に至っております。で、両面、これ裏面なんですけど、これ表と裏両方とも綺麗に見せたいんですね。両方とも綺麗に見せたいがために、重ねしまくったので、残ってこれ一回水通しました。昨日一回手洗いでシュイシュイと水を通したので、もう多分これ以上縮むことはないと思うので、ひたすらチョキチョキします。チョキチョキの方法興味ある？そんな大したテクニックないんですけど、ちょっと引っ張ってチョキです。で、今回ちょっとカメラがあるのが難しいんですけど、ちょっと待ってね。ひたすらチョキチョキです。重ねは 2,3 目やってるので、ちょっとぐらい余分なもん切っちゃってもなんとかなります。で、このループなんですけど、このループね、これ布がつっちゃわないように、針目がつっちゃわないように、娘さん起きてきちゃったんですね。よくその気持ちよくわかります。うちの娘もよく起きてきて、布がつっちゃわないようにある程度残してあるんですけど、全部重ねしてあるので、このループの重ねに関してはまた YouTube で過去の配信見てもらえればご説明できると思います。お待ちしてます。まあでもあれですよ、
その時のためにね、いいハサミ買ってるのもんですからね。皆さんお知り合いなんですね。か、小津さんの、あれかな、ライブ、小津さんのライブ系かな。なんかいいっすね、このコミュニティ感。半端なくいいっすね。大好きです。刺し子とかさ、いろんな手芸でライブ配信してる人って、まあ、刺し子はそんな多くないか、でも手芸でライブ配信してる人って多分ゼロじゃないけど、糸切りでライブ配信するのって俺ぐれじゃねって今ふと思うんだよね。こんな地道な作業見たい？やっていいの？何もないんですよ。だってひたすら切ってるだけですよ。ぬくもりティーメンバー素晴らしいね。大事そういうの。よいしょ。しかも案外リズミックじゃないでしょ。あ、ずれてる、ずれてますね、思いっきりずれてますね、すいません。ぬくもりティーキラーン、ぬくもりティーキラーン、どうしよう、だんだんついていけなくなってきた。皆さんどうなんでしょうかね、差し込やるときに裏の面を使うことを考えて差し込されるかどうかって分かんないですけど、一応差し込って両面使うこともできるような差し込にするとまたレベルは上がるというか、仕事は増えるんですけど、でも楽しいと思いますよ。ねえ、小津さんのライブ聞き入りたかったんですけど、小津さん声が可愛いからな。このおっさんみたいなダミ声で聞くより全然多分安眠はできそうですよね。僕の声安眠はできないよね。娘にだってシッって言われる。シッて。たかが裏されど裏、おっしゃる通り。ちなみに差し子のレベル測るのは一番わかりやすいのは裏じゃない？みんな癒されて僕んとこに来て汚れて帰ってください。寝る前のあれですよ。小津ちゃんとこで解毒して、うちんとこでちょっと毒含むぐらいがちょうどいいんです。春だし、春の苦味も大事。僕の声あんま好きじゃないんですよね。声はね、あんまり好きじゃないん。強いて言うならわかるかな、これ超ローカルだけど、昔は加藤春彦の声に似てるって言われて、現物見たらがっかりしたって言われたんですけど、何それって。そんなレベルです。デトックス、でもデトックスした後に毒はいるからね。人間ね、ちょっとぐらいの毒はいるんですよ。でも本当皆さんのおかげで差し子についてめちゃめちゃ考えることができて、いろんな話させてもらってるじゃないですか、差し子に関して。で、20代結構僕一人で苦しんできたんですよね。20代すごい一人で苦しんできて、差し子の存在意義とかさ、なんで差し子の家に生まれないかんねんみたいな、そんな話をずっとなんか一人で思い描いてきてて、またずれてますね、すいません。ちょっと待って、これ、それを最近なんか皆さんとお話しすることによって、本当いろんなことを思い出しながら、あながち自分間違ってなかったなっていう、ある意味で自己肯定ができていて、とてもありがたい限りです。本当にありがたい限りです。こんばんは、こんばんは、どうもです。本当ちなみにすみません、裏なんですけど、裏はね、本当に裏を僕が、家業で働いてた頃はやっぱ差し子を評価する側というか、その差し子をしてくださる方の差し子を見て、この人は使える、この人は使えないって結構シビアに判断してたので、ランク付けとかもあるんですよ。 ABCD とかみたいな、そのランク付けをした人間なので、基本裏ですね。裏見れば大体わかるかな。僕たちの差し子って基本裏から刺すので、裏を見ながら
表が綺麗でかつ裏も綺麗だと、相当レベルが、まあもちろんスピードも大事なんですけど、怖い？怖いって、でも僕自身そんな上手じゃないんですよね。ほら、ここことかさ、細かいですけど、ちょっとダブルになっとるやん。皆さんこんばんは。でも運針できるようになるとできますよ。し、裏はほら貼っちゃえばいいやってなるので、貼ればいいし。怖がらせちゃった、ごめんね。乗せてください。伝わりません。刺してる本人にはもちろん伝わりません。もちろん伝えません。ただ仕事を投げなくなるかな。その吉田栄子さんの裏とかもうあれですよ、あれ神のレベルですね。本当だから刺し子の神なんじゃないかな、吉田栄子さんとかって。少なくともあの人がいなかったら現代の今僕らが見てる刺し子は多分残ってないので、その仕事時代はその刺し子さんって方はやっぱ何人もいらっしゃって、でそのもちろん評価とかはお教えしないんですよ、失礼だし。ただやっぱりお願いする仕事の量が全然違う、上手な人から先にお願いするので、でやっぱさ、個人的な意見ではあるんですけど、刺し子イコール運針な気はしていて、本当で僕吉田栄子さん生き返んねえかなって思ってるくらいなんで生き返んないわな。ちなみにうちの恵子さんもなんだかんだ言って吉田栄子さんの大ファンだし、やっぱ影響は受けてるよなあの人な。私は自由だとは言ってるけど、吉田栄子さんに直接習った方がいらっしゃるみたいなので、その方のねワークショップとか僕ぜひ行ってみたいですね。吉田栄子さんの作品多分本とかにはあると思うんで、作品展とかは僕聞いたことがないな。あるんだろうけど、まあでも運針できると何がいいって楽しいですよ。いやー、すばらしい。本当それは僕多分憧れです、吉田栄子さんのお話を伺えるのは。何度も言うけど、あの人がいなかったら多分現代の刺し子は残ってないと思うわ。っていうぐらい僕はやっぱ崇高してるかな。別にね、毎回言ってるように刺し子に具体的な正解はないんですよ。どんな刺し子も OK だし、どんな刺し子も素晴らしいと思うんですけど、ただその言葉だけじゃなくて、僕みたいに言葉で刺し子を表そうとするんじゃなくて、作品とともに刺し子を系統立ててのってあの人かなっていう気はするんですよね。で、何がすごいって、それだけの作品が作れるだけの針仕事ができるっていうところなんですよね。それがすごいんですよね。だって90、例えば96種類の柄多分僕できるんですけど、96できるかな、一応96っていうふうにイメージの昔は言われてたんですけど、96ぐらいできるとしてだよ、それを全部刺すだけでもやっぱ1年仕事になるわけですよ。ね、吉田栄子さんのトップっていうか、その上弟子さんがどっかにいらっしゃるんですけど、やっぱちょっと遅かった気もするんだよな。でも僕さすがに10代を刺し子に捧げる
覚悟はなかったんですよね。仕方がない。吉田栄子さんの隠れファンってやっぱ多いですよね。まあ、隠れてないけどやっぱいいですよね。これやっぱ全然違わない？これ糸、ちょっと待ってね。あーんとか変な声出たすいません。そういう声じゃないです。コロ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 がない。コロコロがないぞ。どこ行った？あった。ちょっとコロコロ全然切れてねえじゃねえか。全然下手くそじゃねえか。ニンニクニンニク。ちなみに僕はね、糸切りすごい下手くそなんです。あーやっぱお嫁さんなんですね。もう僕いつか日本帰ったらやっぱお会いしに行きたいなとか思ってますね。お礼をしたいです。とりあえずありがとうございますって。それこそだから家業でやってた頃は糸切り専門の方がいらっしゃったんですよ。だから糸切りはあまり上手じゃない、経験が少ない。早い人なんかもうあれっすよ、早くて何やってるかさっぱり見えないぐらい早いんで。こうやって見るとやっぱ上手じゃないな。こうやって見るとまだまだやな。D 自分なりに D、 もう控えめに言って自分の評価 D か不可ではないけど、落ちてないけど、でもやっぱね本気でやるのはやっぱ集中してやらないとダメです。話しながらやってた。ぜひぜひでも皆さんもこの何いい練習にはなると思うよ。片面そのだからのれん作ってみるとか、その1枚布の作品を作って、その1枚布の作品を作って裏と表をできるだけ同じように見せる。でおそらくですけど一番重ねが少ないのが浅野花なんじゃないかな。正解派はやめた方がいい。正解派だけは僕もう3倍のお金もらってもやりたくないんでごめんなさいっていう。でもそれその D とかって評価はあれよ、その仕事としてやる上ですね、やっぱお金いただくならって話で。でもそれ以外は全然基本的に楽しんでくださいね。刺し子は楽しむものなんで、楽しむものなんで、楽しむものなので楽しみましょう。なんか今日調子乗って偉そうなこと言ってますけど楽しみます。調子乗ってるのには実は理由があって、次のは僕のですけど、そうなんか飛行機で3時間ぐらいかけてアメリカ国内からニューヨークまで来て差し子を受けたいって人がいて、そんなこと言われたらさ考えざるを得ないじゃないですか。だからちょっと気合が入ってるというか、いやスイッチが入っちゃって。 Hello I'm sorry I might not be able to translate everything but I'll try. For the English you may want to watch the YouTube. I have a lot of live streaming and also some archives. 4回言ったよ。大事、刺し子楽しむのは大事。ほんと刺し子楽しんで、チョッキチョッキチョッキで楽しんでればね、ほんと上手になるから。なんか俺これデジャブなんだけど、前やった気がするんだけど、どっかで。聞こ
講師っていうタイプ、まあ、ありがとうございます。浅野派の後半間違ってるな、前半正しいけど、正確に言うとなんか浅野派の下僕って感じじゃない、僕浅野派になんか乗っ取られてる感じがします。貴公子ではないよな。浅野派のなんだろうな、下僕かな。でもやっぱ一番浅野派のしもべとか貴公子、浅野派の、そう、でもそういう風になんかそういう風な紹介をしていただきたくて、なんか浅野派を見たらなんか僕の声がで再生されたら嫌だな、それはそれで嫌だな。せっかく浅野派綺麗なのに淳の声が再生されたらそれはそれで嫌だな。執事いいっすね、執事。でもさ、若頭なんか浅野派レンジャーだと全くわけわかんないしね、刺し子レンジャー浅野派担当全然違うな。若頭番頭公募します。よ、妖精、妖怪の方が近いかな。伝道師そこまで頑張ってる気はしない。うーん、ハンカチ王子、ハンカチ、そ、まあ、ありがとう、貴公子ありがとうございます。でもそんなタイプね、顔出しもしてるんですけどそんなタイプじゃなくない？なんか浅野派のおっちゃんとかじゃダメ？身近にいそうじゃないですか、浅野派のおっちゃんって。ねえねえ、昨日浅野派のおっちゃんにさ、ジュース買ってもらったんだ。ダメ、そんなジュース飲んじゃダメよって、多分ダメよって、賞味期限切れてるから。パンダは僕の娘の独占的な呼び方なんでダメです。パンダーって。ヒプナーレクコThank you. This is hypnotic. Cool. Hypnotic. Okay, that sounds good. You. Yeah, I'm sorry. I'm talking a lot in Japanese. So please, yeah, I have the English live streaming on Wednesday at 2 p.m. every week. You can join that there, or yes, check the archives and then please leave the comment. I will talk about it on the live streaming. Thank you.浅野派カメ、浅野派パンダ、浅野派パンダ、浅野派カメ、浅野派カメ。あのさ、皆さん、この僕のコメント欄もう一回見てもらっていいんですか。もこれだけさ、浅野派カメと浅野派パンダが並ぶとさ、浅野派パンツに見えてきません？危なくない？だんだん危なくないですか？だんだんなんか深夜枠になってきてますけど大丈夫ですか皆さん。でもやっぱ刺し子レンジャーの浅野派担当がいいんじゃない？みんなそうやってなんか肩書きいっぱいつけてこうよ。小津さんだったら刺し子レンジャー小銀担当とかになってくるでしょ。愛ちゃん、浅野派パンツは単なる変態じゃないですか。そこまで行くともう何が言いたいのかさっぱりわからない。浅野派担当ブルースね。ブルーってか、なんかすげえ、浅野派担当ブルーってすげえ落ち込んで、鬱になりそう。なんか落ち込みそう。みんなそうやってつけてこうぜ。なんかいいやん、好きなやつやれば。変態仮面。皆さん僕をそっちに持っていきたいんですね。でもね、ごめん、今までのやつ何でもいいんです。貴公子もぶっちゃけいいわ。でも浅野派パンツだけはやめてください。その僕の名前を出すときに、ねえねえ、インスタでさ、最近面白いライブがあってさ、浅野派パンツさんやって人がやってるんだよって、うん、やめよう、それだけはやめて。い
や、その僕ね、そう、サシコレンジャーは朝の葉の愛にしたいんですけど、サシコレンジャー朝の葉愛っていうと、なんか多分その愛が違う愛に聞こえて嫌なんですよね。横文字にすると変だし、インディゴっていうのもなんか変でしょ。なんでこのなんかインディゴです、愛はインディゴ、そこだけインディゴって英語で言うの、愛は英語でインディゴです。このどうでもいい感ね、どうでもいい会話感が僕はやっぱすごい好きですね。僕うるさくないですか、ちょくちょく聞こえなくないですか、せっかくのちょきちょき祭りなのに。ああ、よう喋る今日も、ありがとうございます。ビクッとした、ごめん、なんか俺言った、刺し子の下っ端、反応いいの大事よ。あ、愛ってそういうことか。そう、だとしたらやっぱ愛ちゃんがいる、愛さんがいるからさ。じゃあコマさんは尻尾担当スオで、スオスオって聞いて分かる人いるかな、分かるか。皆さん、あのここ自己申告なんでよろしくお願いします。でも皆さんやっぱそれぞれ好きな柄あるっしょ、なんかこれだけはずっとやりたいとかさ、人目指しとかで、なんかいきなりコマさんが僕の師匠レベルになってきてますよね。朝の葉担当愛と朝の尻尾担当スオーってなんか師匠っぽくない、尻尾担当スオーってなんか師匠っぽくないですか、先生っぽい気がするわ、渋い。あー、運針したい、糸切りやだ、飽きてきた、飽きてきたぞ、飽きてきたぞ。千人みたいですよね、かっこいいですよね、なんかあの一個すげえかわいいやつが空いてるんで、かわいいやつが空いてるのでそれも誰か取ってください。あの柄なんでもいいんですけど、柄何にしようかな、あの茜っていう色があるんですけど、あの茜色ってすげえ僕の中でかわいいと思っていて、誰かやってほしいな。もう飽きたもう飽きましたよ、秋田県ですよ。いや、って糸切りさ、みんなも面白くなくない、刺し子はでも中毒じゃない、あの1日1回は針持たないと気持ち悪くないですか。皆さん自己紹介がてら自分の好きな柄とかも言ってってください。誰か正解派やってよ、もう地獄の正解派。多分一番嫌いながら、嫌いじゃないな、好きなんですけど、裏布をつけない正解派の地獄って半端なくて、裏布つければ楽なんですけどね。ログッドはね、紫とか青になる。はぁ、紫にはならんか。ログッド、青に、いい青になる時がある。正解派は、あの、こんなやつです。こんなやつです。わかるかな？どっかないかな、正解派。持ってないよな。さすがに今、正解派出せ。あ、これが必須、これはあの、ちょっと大きくなっちゃうけど、これがこれ皮脂正解派、正解派、これのなんか丸いバージョンが正解派。
わかるかや。飛死はねまだ簡単なんですよね。まあでも一緒か、飛ぶって意味では一緒かな。あーごめん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、体が、そうなの、丸いのも難しいんですけど、あのジャンプというか糸の始末がすごくめんどくさいんです。あの尻尾とか麻の葉って基本的にあまりジャンプをしなくていいというか、一筆書きで模様が描けちゃうんですよね。尻尾なんか特に一筆書きで完了しちゃうぐらい、上手にやると一筆書きで終わっちゃうぐらい楽ちんなので、あのとても裏布をつけないという意味では優しい比較的手間が少ない柄なんですけど、麻の葉も基本的にここだけなので、ジャンプしなきゃいけないのはただやっぱ正解はジャンプどころが多いんですよねはい駒さん、あの小田さん決定で、すいません声が。これ終わったらコズさんのライブ弾きながら仕事しよう。今日はあの朝からバタバタしすぎて何も朝できず、こうやってさコミュニティが広がっていくのが最高に嬉しいわけですよ。すごいね、ダルマカテイト全部、ダルマさんの糸ってどうなんだろう、あんまり使ったことがないんだよな。だるまさんの糸って横田さんのとこですよね。で知ってるわけじゃない、横田さん知ってるわけじゃないけど、横田の株式会社のだるまさんですよね。まあ、そこら辺あれですよ、刺し子のなんか製造元に生まれた宿命ですよね。あまり糸を、他の会社の糸を使った経験がないので、良くない糸と良い糸の違いが微妙にわからないというか、そんな違いないんですけどね。飽きてきたぞ。飽きてきたぞ。頑張ります。そう、今日はちょっと一個だけ話したいことがあったので、それもなんかあともうちょっとしたら話しますね。あ、本当セリアの刺し子糸とライブで紹介されたんですね。じゃあそれ見ます、拝見します。わーい、はい、もう発送準備入りました。ありがとうございます、かたこちゃんさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、糸購入いただいて嬉しいです。けいこさんが嬉しい悲鳴あげてました。糸染めなきゃ言ってました。来週から催事なのに、来週から展示会なのにって言いながら嬉しい悲鳴あげてました。恵子さんの良くないところは、売り物にしてる糸も自分で使っちゃうところが良くないんですよ。在庫持っとかな、使うのは分かるけど。そうなんだ、会社、セリアの会社ってことでしょ。それとも今働いてる会社が。次回リベンジしよう。あ、そうなんですね。鏡ヶ原ちょっと一回調べてみようかな。どこだろう。あ、でもとりあえず僕はあの大好きな刺し子糸を作ってくれる会社を少しでも
応援したいというか継続してほしいので、なんか儲からないからやめたとか言われるのもすごい困るし、儲かってるとは思うんだけど、お金のためだけにやってるとは思わないんだけど、でも自分がすごい贔屓にしている差し恋とかなくなるのは本当に困るので、ひたすら応援だけは、差し恋とか応援はしていこうかなと思いますね。アクシア、へー、調べてみます。株式、ちょっと待って、それは今すぐ調べよう、忘れる。株式会社お疲れ様です、さやきさん。このライブ配信は差し交しながら見るのがおすすめです。出てこないね。株式会社アクシアでは出てこなかったですね。ウェブ会社が出てきました。たまにあるんですよね、ウェブ会社がそういう仕事してたり、わかんないけど。恵子さんの人生楽しんでる感じ。そうっすね。でも恵子さんの人生、彼女が 58? いくつだ今、いくつだあの人、違う、今58か。うん、とりあえずすいません、2013年までの恵子さんの人生はめちゃめちゃきつかったですよ。2013年までの彼女の人生は僕は本当によく耐えたなっていうぐらい大変なもので、まあ、耐えれたのも彼女のなせる技なんですけど、2013年の後に、その2013年に親父が亡くなった後に本当いろいろ話をして、あ、すげえいっぱいコメント来てる。ちょっと待ってね。すいません。2013年に親父が亡くなった後に母親と話をして、その僕ほら海外にいるからさ、海外にいるからなかなかすぐに母親の親孝行とかもできないわけですよ。で、一回アメリカ来るとかって話もあったんですけど、ただまあ結論として好きなことやんなと、もう残りの人生も30年20年10年あとどんだけあるか分かんないけど、ほんと好きなことしなって言ったのが僕 で、母親がもうそっからって本当にそんなことしていいのつってパーン弾けてパーンとなりましたね。パーンで今もう思いっきり好きなことやってますね。忙しい言いながら言ってますけど、山桃イエローとミロババライエローは、あ、カミカミだな。山桃とイエロー、ごめんなさい、一回落ち着きます。二つとも可愛いですよね。ポチッとポチッと。多分在庫はあったはず。日本の在庫わかんないんだよな。そう、一回さ、ほんとでも、冗談抜きで2013年の末までの僕らの生活ってあんまり、努力はしていたんだけど楽しくはなかった気がしていて、どうにかして差し子を残さなきゃいけないっていう気持ちはあったんだけど、差し子を楽しむっていう気持ちは本当になかったと思うんですよね。少なくとも僕は大槌差し子に出会ってなかったら、2011年に大槌差し子と出会ってなかったら差し子は続けてなかったと思う。もう2011年の終わりぐらいにはもうやめるつもり、2010年の終わりにはもう本当やめるつもりバンバンだったので、そういう意味では本当に差し子を楽しんではなかったよな。おそらく恵子さんもそこまで差し子を楽しむ余裕はなかったと思うんですよね。で、2013年に親父が亡くなって、で、僕がアメリカに移住することを決めて、で、そうですね、そこでいろんな話をしたんだよな。ほんといろんな話をした中で今の形の原案ができてきたっていう感じですね。ありがとうございます。もうちょっとこの話をします。
糸の話についてちょっと返事をします。忍さんのコメントがすごいんですけど、本当にね全く同じのないんですよ。一応ね似たような色、本当に肉眼ではんっていうぐらいのものは染め直しはできるんですけど、同じ糸はないです。基本的にないです。ないから30番まで、ね、30番まであるんですよ、うちの草木染めの糸。アホでしょ。僕の黒も黒です。これは愚痴になるんですけど、糸変えます。糸はですね、どうやって買ってもらうのが一番いいかな。僕のプロフィールの、このアカウントのプロフィールに書いてあるウェブサイトに飛んでもらうと、英語のウェブサイトになるんですけど、そこに日本でご購入を、日本の方はこちらっていう日本語のリンクがあるので、そこを見ていただくと、日本のウェブサイトに飛びます。もしくはクリーマーにも出してるし、サシドットコと二つやけいこっていう名前で調べるとたくさんリンク、 Google 教えてくんねえかや。なのでよかったら調べてみてください、ご検討ください。在庫がちょっと本当おかげさまで最近いつも注文がポンと出てきてるので、在庫が切れてた場合はちょっとお待ちいただく場合があるかもしれません。あ、藍染めの薄い色あるよ。もうもしさ、色欲しいけどウェブサイトにないって時は連絡ください。だいたいそれけいこさんがアップデートしてないだけなんで、多分あったはずよ薄い色っていうことがちょいちょいあるので、また次回に。で、ああまあな。僕も忙しいっていうか、時間が余裕がなさすぎて、新しい糸の情報を上げてないし、本当すみません、そこら辺しっかりしなきゃだな。そうで、そう、もう一回その恵子さんの楽しみの話に戻すんですけど、その2014年に僕がアメリカに移住することを決めて、でもうね、長男だし、母親刺し子業っていう生きがいなくしたし、仕事もないし、もう一緒にアメリカ来るっつったんです。とりあえず面倒見れないことはないから、アメリカに来て一緒に生活するって聞いたんです。そしたら母親がフランス行きたいって言い出して、そう、アメリカに来るっていうのは僕らと一緒に住むって意味のアメリカ来るだったんですけど、どうやらなんか本人は海外旅行するっていう意味のだったらしくて、フランス行きたいわって言ってました。でもうちの母親がしたいことは何って聞いたら、とりあえず刺し子がしたいって。柿渋はね、売り切れちゃってる可能性があるわ。柿渋だけは外注出してるんです。柿渋の糸はちょっと難しいんです、柿渋の染めって。なので外注に出してるんですけど、外注の先が、すいません、ちょっ と一回止まりましたね、すいません、すいません、止まりました。柿渋の糸は一回なくなるとちょっと次入るの難しいかな。同じ色は、似たような色は出てくるんですけど、で他の草木染めに関しては本当忍さんがおっしゃるように全く同じ色はないんですけど、似たような色はだいたい補充できるから、だいたいなんとかなった。7年間頑張ってきた結果、やっと同じ色が出せるようになってきたので、お問い合わせくださいというか、そこら辺もうちょっとしっかりやります。2人でやってるとなかなか在庫管理まで手が回ってないけど、はい、すいません、かたこちゃんさん、また次回ご注目ください。思いっきり使ってみてください。藍染めに合う色は藍染めです。ちょっとか、恵子さんに確認して、藍染めの色、てかもう俺が今ここでやってもいいんだけど、まあでもちょっと夜やった後からやな、今やるとご迷惑かかっちゃうので、ちょっと待ってよ。おかえりなさい。ありました? Thank you, Amelia. I'm sorry that I'm speaking in Japanese only.
Please come to the YouTube for the English tutorials or English live streaming. Thank you. はい、ぜひぜひご縁を楽しみにしましょう。これね、僕が明日いなくなるとかって話じゃないんで、10年20年下手したらずっと続いていけるようなものを目指していきたいと思ってるので、そうね。ちなみにこれ隠し部なんです。ここの糸は隠し部なんですよね。わかんないよね。でもね、そんなね、まあ本当好みになってくるんだけどさ、隠し部はうーん気持ち固くなるかな。でもやっぱプロが染めてるのでそんなに気にはならないかなとは思います。柿渋のプロがいるんです。若い人がその各いろんな、なんつうんですか、いろんな草木染めの業界に、伝統的な草木染めの業界に若い人が今すごい入ってきてくれていて、僕が若いっていうのも変なんですけど、藍染めでは徳島の武藍荘っていうグループが、僕も一回お会いしたことがあって、めちゃめちゃいい感じのお兄ちゃんたちの集まりで、あそこの藍はやっぱいいですよね。あそこの藍はすごい僕は好きで、いつかあそこのデニムも欲しいなと。まあちょっと高いんでね、なかなか手が出せないんですけどあと岐阜の山形町、山形市っていうところに伊良部大垣っていう昔ながらの柿があって、そこの柿渋を使った、柿渋のことをやってらっしゃる方がいて、柿三昧っていう名前だったと思うんだけど、柿三昧、多分、柿三昧っていう人が作ってて、でそれも本当伊良部大垣っていうすっごい大きな柿の柿渋を使ってやってるんで、まあ臭いんですけど、そうだな、臭いわな、柿渋だから。なのでこの2つは僕すごい注目していて、日本の柿渋と日本の藍だけは刺し子以上に残したい文化だと思ってるんですよ。なのでその武藍荘さんと、徳島の武藍荘と岐阜の柿三昧、この2つはね多分今後フューチャー、まあもう武藍荘なんか超有名だけど、僕の好きなとこですね。武藍荘って多分ねローマ字だったと思う。その武藍荘ってそのなんだかな、顔が武藍荘の武藍荘じゃなくて、白洲さんの武藍荘っていう別荘地の名前だったような気がするんだよね。そういうなんか、一回お話聞いたんですよ。立ち上げた2人のうちの1人の渡辺さんって方とお話ししたことがあって、刺し子とも多分相性はいいのでまたコラボとかできればいいと思ってるんですけどね。武藍荘かっこいいよ、僕の中でやっぱこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、僕多分藍染めの方が刺し子より好きかもしれないのでポンと飛び込みたかったら飛び込みたかったんですよね、彼らがやってる仕事に。当時は間違いなく藍染めの方が好きだったから、今はまあ刺し子の方が好きかもしれないけど、そう、手軽にっていうとあれだけど、手軽に藍染めを楽しみたい場合は、藍熊染料さんの藍熊のすくもセットは悪くないと思う。うちの母親もそれ使ってんじゃないかな。すくも、まあでもすくもめんどいんですけどね。あと藍熊染料さんで大和藍っていう、本当に水に混ぜるだけで藍染めができちゃう化学染料と天然染料のハイブリッドみたいなのがあるんですけど、僕個人的に言うとあの色はあんまり好きじゃないかな。あ、本当に大和藍セットにしちゃった。いやー、今好きじゃないって言っちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい。
でもいい色は出ます。あーちょっとまあ、言っちゃった。ぜひぜひ感想を聞かせてください、コマさん。子供でも絶対失敗しません。ヤマトアイセット、子供でも絶対失敗しない。だって水で混ぜてつけるだけだもん。でもそういう意味では子供を教える時とかにはいいと思う。失敗はしないです。スクモはうんちみたいな匂いがします。あれってトイレ詰まったかなって匂いがします。スクモを家でやると、なんていうんですか、昔ながらの、なんていうの、汲み取り車、汲み取りの車が爆発したかなっていう匂いになるので、基本的に家ではやめた方が、家っていうかその庭とかではやめた方がいいかな。うちの恵子さん庭でやってますけど、庭っつうか台所でやってるんで、もうねその日は食べれたもんじゃない。ぜひぜひ、で楽しいのでぜひぜひやってみてください。で俺アイクマさんの営業マンか。恵子さんお世話になってるし、よしとりあえずこれでいいかな。まあでもやっぱ染めは、発酵が伴う染めはすごい匂いはしますよね。柿渋にしろ藍染めにしろ。よし、もういいよ俺これでいいや、ちょっと諦め、まあ、いやもう時間だし、もう10分したらあれだし。ありがとうございます伊藤、よかったです。ウコンも染まりますよね。ウコンはなぜうちの恵子さんはやらないんだろう。 なぜか理由があったはずだぞ。いろんな手出したい色はあるんですけど、恵子さん実はちょっとね手が今回ってない。手がもう手いっぱいで、誰か雇えばいいんですけど、そういうわけにもいかないしね。あー素晴らしいです。皆さんガンガン染めるんですね。素晴らしいですね。カレーのスパイスで染めれるんですね。茶色、緑茶でもやっぱいいんですか。そういうのって色落ちないの？どうやって着ステーブルというか、どうやって色落ち着かせるんだろう。僕はその草木染めに関しては本当素人なので、ここね、くまくまさんにあれなんですけど、ここめちゃめちゃ勉強になるんですよ、このコミュニティ。僕差し越してるだけなのにね、いろんな情報集まってくるからめちゃめちゃすごいんです。ここもうなんていうの、勉強、そっか、まあそっか、ウコンイコールターメリックですもんね。草木染めに関してはやっぱりそれぞれの手法があるので、あんまりなんか言うのは良くないんですけど、触媒を入れないと糸が定着しないものとかはありますよね。アカネなんかは多分触媒入れてちょっと色変えた方が定着しやすい。おー、なぜ止まった今。あーそっか、重曹か、重曹入れればいいのか。まあ、でも本当草木染めこそまたアートになってくるので、ちょっとあと5分ぐらいで1回インスタ落ちるので、どうしようかな、インスタでやろうかな、 YouTube でやろうかな。次普通に第2部もう1回30分ぐらいだけやります。次普通に差し越しようと思うんですけど、手元でいいな、手元の写真でいいですよね。俯瞰図っていうか全体見たかったら全体でもいいんですけど、全体にするときはちょっと YouTube でもいいですか。どっちがいいかな、手元でいい。ちなみに今日の完成品もうこれ完璧に終わりなんですけど、こんな感じのものができました。これをちょっと今日明日今日かどっかで着て、モデル写真をインスタにアップしたいと思います。皆さん本当お付き合いいただきありがとうございました。3ヶ月だよね、本当にね。こんなん3ヶ月、これに3ヶ月とかって俺アホか。
で、裏もやっぱ綺麗じゃない？綺麗じゃないって聞くのもどうかと思うけど、一応こちら裏です。で、裏布をつける場合はここまでこだわる必要ないんですけど、こんな感じで次の作品に行こうかなと思います。何がいいかな。来月からすること決まってるんですよ。来月からは、来月からは1年かけてすることが決まってるので、もう悩まなくていいんですけど、そこまで来月までのつなぎがね、なかなか見つからなくて。そうか、これ俺の方がいいか。俺でモデルしてみます。でも写真撮ってくれる人がいないから、写真撮ってくれる人を待ちますね。来月以降はコズさんご提供のケイコさんにして、このハッピーかっこいいよって言わせた究極のハッピーが来るので、それに差し子を しまくるんですけど、それのつなぎ、今荷物がアメリカに来る準備が着々とできているので、来月以降はもしかしたら1年かかるかもな。1年かかるだろうな。まあ、おそらくそのインスタライブ以外でもやるとは思うんですけど、インスタライブ以外でもやる発表をやっぱ1年かけて作りたいかなと思ってます。インスタだけでやるとしたら1年かかると思う。でもちょっと多分僕の衝動を抑えられない気がするので、やっちゃうと思う。ありがとうございました。1時間どうしよっかな。第2部やろうかな。でもさすがにもう遅いけど、実はね、話したいこと全然今日話できてないんですよ。ニューヨークに持ったっけよ。もちろんニューヨークのワークショップに、タイムズスクエアの前で写真撮るわ。そうなんです、お話あったんです。お話あったので、YouTube に行ってもいい？こう全体を撮りたいんです。ジーンズやりたいんですけど、ジーンズ手元でやるとすごいめんどくさいので、 YouTube でもいいですか？ YouTube サシドットコにいるんですけど、サシドットコに来ていただくことはできますか？すいません、2部 YouTube 嫌だって人いたら言ってください。こっちでやります。このさ、ジーンズやりたいんですけど、ジーンズ手入れると、まあいいか、ちなみにね、そのハッピーは冗談抜きでニューヨークのどこでも行くわ。行って、例えばさ、ハーレム行ってって言ったらハーレム行って写真撮るし、タイムズスクエアの前だったらタイムズスクエアの前で写真撮るし、で、前回その僕らがどういうジャケットを作るかっていう話もで、もう実は話したい話が2つあるんですけど、両方ともできれば俯瞰画像があった方がいいので、俯瞰画像ができる YouTube に行こうかなと思います。コメントはアカウント面倒いかもしれないですけど、撮っていただけると助かります。ぜひぜひ。で、僕ちょっと10分5分から10分準備の時間ください。トイレにも行きたいし、なので続きは YouTube でやりたいと思います。俯瞰画像でやります。この手元の画像じゃなくて全体でやります。すいません、よろしくお願いします。ハッピーじゃなくて前掛けはまた前掛けで、写真撮って新庄でも本当に一回言う、ね、みんなでニューヨーク集まりたいですよね。なんかそんな夢が叶う日を。すいませんね、本当。でも今日火曜日なんで、そんな YouTube でガンガンはやらないと思うので、また来週金曜日この時間にインスタグラムでお待ちしております。もし YouTube まで二次会来れる人、二次会になっちゃった、 YouTube の二次会に来れる人は YouTube の二次会でよろしくお願いします。一次会、金曜日の一次会はまたここインスタグラムで夜中の11時より始めたいと思います。ありがとうございました。ではでは、こんだけでいいよな。かきぴー。そう、もうお話があったのにできなかったっていう段階であれよね。どんだけ